はい、では今からハボタンを入れていきます。すぐできちゃうと思うんですけど、ハボタン花が大きいので下の方この辺に入れようと思います。なので長さをここですね、切っちゃいました。で足します。もうまた何もしませんのでご安心ください。刺しただけで少し場所をいじりますね。花が増えたので、これもしかしたらちょっと花が増えてきたのでちょっと硫化電動を取っちゃった方がいいかもしれません。白系で綺麗になりそうですね。この方が硫化デンドロ、硫化デンドロンで、これずっとまたこれも長持ちしますので、これはこれで別に1本で飾っても可愛いです。ちょっと今この新しく足したものをだけで飾るには硫化デンドロ取ってしまって白系にした方が綺麗そうなので、ちょっと1回取ってしまいますね。入れただけですが、こんな感じです。綺麗にアレンジメントのような形になっていると思います。またくどいようですが何もしてません。入れただけです。はい、大丈夫ですからね。入れただけで難しいことする必要はありませんので、しなくても十分飾れます。ちょっとクリスマス風にしてみましょう。見た目いつものように、はい、マットを置いて、これ前回と同じペーパーとマットですね。で、はい、クリスマスには見えていると思います。これはヒバの枝とこの白い枝、この辺りでもクリスマスっぽく見える要素を満たしているので、お花は色味さえ揃えてあげれば綺麗に見えます。